メジャーリーグのオールスター戦に出場した大谷翔平選手、ホームランダービーの前にはメジャーリーグのレジェンドたちとのインタビューが行われました。このインタビューで伝説的な元メジャーリーガーたちが大谷選手にメロメロ。ハロルド・レイノルズは大谷選手にサインボールをもらって大はしゃぎ。ペデロ・マルチネスも大谷選手からピッチャーではペデロさんが私のアイドルと言われて大感激。インタビューの締めは大谷選手のジョークで一同大爆笑。大谷選手の魅力満載でファンたちをさらに虜にしていると評判になっています。大先輩たちをリスペクトしつつユーモアを交えながら堂々と受け答えする大谷選手は本当にクレーバーですね。そんな大谷選手の活躍を支えているのが一平こと通訳の水原一平さんです。このインタビューでも大谷選手の言葉や思いを瞬時に適切な英語で表現して彼の魅力や人柄を余すことなく伝えています。大谷選手の日本語を一平さんが英訳して伝えた表現をお手本にすればネイティブに伝わる自然な英語を学ぶことができますね。そこでこのインタビューの英語音声を使ってディクテーションとシャドーイングをやってみました。ディクテーションとは英語の音声を聞いて何と言ってるか書き取る学習方法です。シャドーイングは英語の音声を聞いてそれを真似して英語を話すトレーニング法です。リスニング力とスピーキング力を伸ばすのに効果的なのでおすすめですよ。それではインタビューの一部始終を紹介します。英語字幕と日本語字幕もつけているので参考にしてください。最初に司会者が今野球界で最大のスターと大谷選手を紹介します。 And that is Shohei Ohtani, the biggest in baseball right now. Shohei, first and foremost for all of us that love the game. Thank you for what you're doing. Thank you so much.そしてホームランダービーは出場したかったですかと質問します。 Is a home run derby something you've always wanna compete in? それに対して大谷選手はずっと出たいと思っていたので招待いただいて光栄だなと思っていますと答えています。一平さんはこれを英語で次のように伝えています。 It's something I always wanna do and I was really happy to get the invitation.一平さんは6歳からアメリカで暮らしていたのでほぼ英語のネイティブですが、難しい単語や文法は使われていないので日本人でも理解できますね。次は今夜はどんなパフォーマンスを見せてくれますか、緊張はしませんかという質問です。 How do you think you're going to perform tonight? Are there any nervous at all? 大谷選手は緊張してますし、今もこうやってテレビで見てる人たち、試合より緊張するので、こういう方が苦手だなと思っています。と答えています。これを一平さんは次のように英訳してレジェンドたちを笑わせています。There are some nervous, but I'm more nervous about talking to you guys, because I always see you guys on TV. 大谷選手の気持ちや言いたいことを的確に伝えて笑いを取るなんて芸当はなかなかできるものではありませんよね。この後ハロルド・レイノルズが一つお願いがあるんだけど、ボールにサインしてくれないかいと大谷選手に頼みます。 I'll tell you what, I love you. I got one thing, can you sign my apple please? 大谷選手にサインしてもらったハロルド・レイノルズは子供たちが大喜びするよと大はしゃぎでした。 Look at that, oh my kids gonna love it.盗塁王のタイトルを獲得したこともある元メジャーリーガーが一人の野球ファンに戻って憧れの大谷選手にサインをおねだりする姿は微笑ましいですね。なぜハロルド・レイノルズがここまで興奮しているのか次の発言でわかります。 You know what's so amazing? I don't see Babe Ruth. I've never seen anybody like you, ever. Do the things you do.So, it's really extraordinary what you're doing. ベーブ・ルースの名前を引き合いに出して、君のように特別なことをしている人はかつて見たことがないと大谷選手の凄さを称えていますね。
ペデロ・マルチネスは君が二刀流をやるきっかけになった憧れの選手は誰？と尋ねます。 Who inspired you to be this, you know, top player? I would say Because it's an all-star as a pitcher and an all-star as a hitter. So who inspired him? Who was his idol growing up that made him choose both sides of the game? 大谷選手はよく見ていたのはイチローさんとか松井秀喜さんとか、バッターはそうですね、ピッチャーはもちろんペデロさんですかね、と答えています。これを一平さんは次のようにシンプルに伝えています。 He idolized Ichiro and Hideki Matsui as hitters. For a pitcher, it would be Mr. Pedro Martinez. この答えを聞いたペデロ・マルチネスは満面の笑みを浮かべながら深くお辞儀して大谷選手と固い握手を交わします。 Well, thank you. That's great honor. ペデロ・マルチネスはメジャーリーグで200勝以上を達成して野球の殿堂入りを果たした偉大な投手なので、単なるリップサービスではないと思いますが、本人を目の前にしてさらりと言って抜ける度胸はやはりただものではありませんね。ビデオゲームでピッチャー大谷とバッター大谷が対戦したらどっちが勝つと思う？ My kids love video game. My son loves it. If Shohei Ohtani was pitching in the video game against Shohei Ohtani as a hitter, who do you think would win that battle? 司会者がこんな面白い質問をすると大谷選手は微笑みながら、バッターじゃないですか？と即答しています。一平さんの英訳もシンプルです。Probably a hitter. この答えに元メジャーリーガーたちも大受けしていました。最後に司会者が一平がホームランダービーでキャッチャーをやる理由を質問します。一平、you're catching tonight, right? Is there some sort of like the reason behind that? Are you gonna help communicate? What's the deal you catching?大谷選手は後ろに僕より緊張している人がいた方が楽かなと思ったからと答えます。一平さんが苦笑いしながら次のように伝えると一同大爆笑。 He said having someone that's more nervous than him right behind it makes him less nervous. 大御所たちをジョークで笑わせるなんてユーモアのセンスも一流ですね。終始和やかで大盛り上がりのインタビューでした。投打にわたる異次元の二刀流プレーに魅了され、世界中のファンから愛される大谷選手。そんな彼にとって不可欠な存在となった一平さんは、今や世界一有名な通訳と言われています。一平さんの話す英語は、日本人が英語を学ぶためのお手本になりますよ。これからも大谷選手と一平さんの活躍に目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではこれからも英語を使って人生をより豊かにするために役立つ情報をお届けします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。 See you!